C62 ニセコ号とは、北海道旅客鉄道の函館本線を樽る駅、ニセコ駅間にて1988年4月29日から1995年11月3日まで運行されていた蒸気機関車牽員による臨時快速列車である。SL ニセコ号と呼ばれることもあったが、JR 北海道はそのようには呼んでいない。 C62 3が旧型客車のスハフ44型4両とスハシ44型1両を牽引する編成で鉄道事業者ではなく北海道をたるしに本部を置設立した民間団体北海道鉄道文化協議会が一般個人や企業からの寄付を受けて SL の動態復元、検査や列車の運転資金をまかない鉄分協のボランティアが車内清掃や 車内案内などを行うという形態で運行された。産業文化財の保存を目指し、いたずらに過微な装飾を施したり、特別な車両を用いたりすることなく、極力現役時代の列車を再現する方針が取られた。しかし、バブル崩壊で企業からの協賛金が減少することで、SL の全般検査の資金が確保できないことが判明した上、運行に必要な費用の確保も、 ままならなくなった。このため、鉄文橋では1995年度に行う10日間の運行をもって運転を終了することを決定し、同年11月3日の運転を最後に廃止された。1996年3月に鉄文橋も解散した。その後、JR 北海道は自社の手により1999年に SL の胴体保存と列車の運行を再開したが、 SL は小型で、維持費用も安いタンク式の C11 型となった。小樽駅、小市駅、日記駅、小沢駅、くっちゃん駅、ニセコ駅当初は、小樽くっちゃん間の運転で、1990年5月3日から、ニセコ駅まで延長された。午前中に、小樽駅を出発し、午後に、小樽駅に戻るダイヤとなっており、全区間の所要時間は、約2時間であった。この区間は、 札幌おしゃまんべ間にある二つのルートのうち、山線と呼ばれる区間で、1971年までは C62 ニセコ号と同様、C62 型がスハ45型や、スハフ44型などを牽引する急行、ニセコが運行されていた。編成は以下の通り、ニセコ号が1号車、全車普通車、指定席。C623 は、 小樽市の北海道鉄道記念館に保存されていたものを苗木工場で修復し、車席を復活させた。客車五両は国鉄時代から使用され、保留車として JR 北海道に承継されたものである。塗装は従来の青15号のままとされた。編成中間に連結される一両はカフェカーとなり、レトロ調のカフェを設置し、主要スポンサーでもあった。 UCC 上島コーヒーのコーヒーが販売された。SL、客車ともにカフェ部分以外は大きく手を加えられなかった。SL、客車ともすべて1996年に車席が抹消された。C623 は苗穂工場で生態保存されている。スハーフ446.7は北海道ワイン株式会社で保存されている。 スハフ4 4 1点2 7はユニトピア川端パークゴルフ場のレストハウスとして使用されている。スハシ441は1999年に再整備の上車席復活し SL スズラン号で使用されるようになった。通常、ヘッドマークは使用されなかったが、下記の2種類のヘッドマークが使用されたことがあった。ありがとうございます。